東平チャンネル、声復活したよ。皆さんこんにちは、東平チャンネルへようこそ。動画主の東平です。今回ご紹介させていただくコスメはこちらです。キャンメイクユアチークオンリーティントの01番と02番をご紹介させていただきます。ぜひご覧ください。お値段は税抜きで各700円です。お次は成分表と使用方法をどうぞ。開封開始にゃん。まずは01番から開封していきます。箱の上の部分のこちらから開封していきます。少し開けづらかったです。02番も同じように開封していきます。開封してみると01番も02番も同じデザインです。2色所有の場合、間違わないようにご注意くださいにゃん。まずは01番から腕に試し塗りしていきます。01番はピンクに発色します。お肌の水分量に反応して発色します。繰り出し式でこのようにくるくるっと 2,3 ミリってこのくらいかな。腕にポン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 と塗布してみると、初めはなかなか発色してくれません。少し時間が経ってくるとこのようにほんのりピンクに発色してくれます。01番のピンクはこのような感じの発色です。次は02番を腕に試し塗りしていきます。ワクワクさせてよ。どんな発色になるのかにゃ。02番はコーラル、見た目はがっつりオレンジです。出しすぎ注意です。おそらくこのくらい出して塗ると良いと思います。コーラル色は初めから結構発色が強いです。そうそう、使用後はしっかりカチッと締めてくださいね。コーラルはこのような感じの発色になりました。ピンクよりもコーラルが発色強めなようです。東平のレポートはこちらだにゃん。私の頬に試してみての感想は、01番のピンクはお風呂上がりのようなピンク色に発色してくれました。重ね付けすると濃く発色します。私の頬上では02番のコーラルはピンクよりも少しだけ濃い感じで、薄くコーラルが乗ったかなっていう発色で、なぜかピンクと同じような発色になってしまいました。母の頬上ではコーラル色に発色したので、個人差があるのかなと思います。こちらのチークは若干ベタつきがあるので、液体のお化粧品の後にご使用されることをお勧めします。お粉の上から使用するとよれやすいのでご注意にゃ。今の時期には嬉しい、汗をかいても落ちづらいティントタイプです。ぜひ試してみてにゃ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたかにゃん。いいね&チャンネル登録よろしくにゃん。 Twitter と Instagram も実施中。それでは次回の動画でお会いしましょう。東平チャンネルでした。バイバーイ。